キングダムハーツ3 5 8ニデーズは、スクウェアエニックスより、日本版が2009年5月30日、北米版が2009年9月29日、欧州版が2009年10月9日に発売された、ニンテンドー d s 用コンピュータゲームである。本作は、キングダムハーツ2に登場した、もう一人の主人公ロクサスの視点で、物語が展開する。シリーズ一作目。 キングダムハーツの間から、K12 に至るまで、サ冊が、13期間にところ属していた時期を描く。シリーズで、初めて採用された、複数人で遊べるマルチプレイモードが、最大の特徴である。ディズニーとスクウェア・エニックスのコラボレーション作品である、キングダムハーツシリーズの一作。コムと、K12 の二作品で、主人公のソラと敵対していた。 13期間が本作では、プレイヤー側の立場となるのも特徴の一つである。DS の機能をフル活用するコンセプトだった素晴らしき、この世界とは反対に、本作はタッチスクリーンのような DS 特有の機能を使わず、なるべく従来の K1 シリーズに似た操作性を追求するために操作は、ほとんどがボタン操作となっている。 上画面にはキャラクターを操作する画面やイベントシーンが表示され、下画面にはマップや一部イベントシーン、パネルシステム、チャットリンゲージなどが表示され、また下画面をスライドすることでカメラ操作が可能。数字が並んだ暗号のようなサブタイトルはディレクターの野村哲也が以前から付けたかったもので素晴らしき。この世界では新作が そのようなタイトルでは敬遠されやすいという懸念から採用が見送られたといい大きなネームバリューを持つ K1 シリーズのサブタイトルであれば問題ないということで今回採用されたまた野村はタイトルの意味についてクリアして初めてわかるという仕組みだがその解釈は人によって異なると語っている野村のデザインによるオリジナル仕様の任天堂ドシー d を同梱したバージョンも 同時発売された。また、2011年8月4日には、アルティメットヒッツとして連歌版が発売されている。2013年に発売した、キングダムハーツ HD1.5 リミックスでは、本作を映像作品として、HD 画質でリメイクされたものが収録された。DS 版で使用されていた映像を含め、総時間はおよそ2時間50分に及ぶ。 アクションや RPG に分類される本作は、これまでのシリーズと同様、3D 空間でキャラクターを操作して戦うという、ゲームスタイルを、Nintendo DS 上で忠実に再現している。またそれだけではなく、シリーズ初となる、マルチプレイ、キャラクターの性能をすべてパネルで制御する、パネルシステム、HP が残り少ない時に発動可能となる切り札。 リミットブレイクなど様々な新要素を盛り込んでいる。本作の最大の特徴として一人プレイ用のストーリーモードとマルチプレイが可能のミッションモードの二つのゲームモードが存在することが挙げられる。ここではそれぞれの特徴について説明していく。ロクサスを主人公としてゲーム本編のストーリーを進めていくモード。難易度は 従来のシリーズと同じく、ビギナースタンダードプラウドの3種から選択する。ロクサスは、機関メンバーのサイクスからミッションを受領し、サーティーン機関の本拠地である、存在しなかった城から、ディズニーの世界を含む、様々なワールドに赴き、ハートレスを倒すことでのハートの回収、特定のハートレスの探索、討伐、ワールドの調査など、多彩なミッションを遂行していく。 一つのミッションを完遂すると、例が進み、これを繰り返すことでシナリオを進めていく。13期間は、隠密行動が原則のため、これまでのシリーズのように、ディズニーキャラクターと協力して、敵を倒すといったことはなく、ディズニーの世界との関わり方は、これまでのシリーズとは、経路が異なる。ミッションによっては、他の機関メンバーが同行することもあり、 その場合の機関メンバーは NPC という形でミッションを手助けしてくれる。ストーリーモードと同一のデータを使用し、ホログラムミッションに1から4人で挑戦するモード。このモードでは、任天堂 d DS のワイヤレス通信で最大4人のマルチプレイが可能であり、プレイヤーは13機関のメンバー全員を含めた。 総勢19名のキャラクターの中からそれぞれ操作するキャラクターを選びミッションに臨む。なお、同じキャラの選択は不可となっている。また、このモードは通信を行わず一人でプレイすることも可能だが、ミッションは4人プレイを前提としてバランス調整されているため一人プレイでは必然的に難易度は上がってしまう。当初は、任天堂 Wi-Fi コネクションにも対応する予定で、 開発されていたが、ミッション中に、任天堂 d s の限界に迫るほどの処理が必要となった結果、対応は見送られた。開発当初、マルチプレイでない時は、廃科のオーバーディを連れていけるようにしたかったが、ハードの性能の制約で実現できなかった、ともされている。ミッションの成績によって、上位のプレイヤーには、ミッションクラウンが与えられ、これも集めることで、 モーグリショップで景品がもらえる。この順位争いに加え、口述するように仲間に攻撃を当てるよう設定することができ、これらの要素から協力よりも競争に近い作りとなっているのがわかる。これはディズニー側からの希望で敵として登場した13機関を操作できるならそういった構図の方がいいという意見があったためと、開発側が 13期間はフレンドリーな関係より基礎やっている。方がそれらしいと判断したためである。物語の始まりは、キングダムハーツで空が、ハートレスとなった頃。強い心の持ち主が、ハートレスになった際、心に取り残された体と魂がノーバディとして、生まれ変わることがあるが、それは空も、例外ではなく、黄昏の街とアイライトタウンで空のノーバディが、 誕生していた。ノーバディで構成される組織、サーティーン機関のリーダーである、ゼムナスに機関に勧誘された、彼は、新たに、ロクサスという名前を授けられ、サーティーン機関に加わることとなった。ノーバディになる前の過去の記憶がなく、また、伝説の武器、キーブレードを使うことができる、彼は、機関の言われるがままにハートレスを討伐する任務を、 こなす日常を過ごしていくその最中ロクサスは先輩の機関メンバーであるアクセルそして彼より後に機関に加入した14番目の機関メンバーシオンと交流を深め徐々に感情と呼べるものを習得していく日本語版キャスト海外版キャストの順主題歌は kh2 と同じく宇多田光のパッション シリーズ作品の楽曲を手掛ける下村洋子が担当する。本作の楽曲について、下村は、K12 での6冊の運命を知っているため、意識せずとも、自然と悲しくやるせない曲調になったという。また、本作が切ない結末の物語だったことから、せめて音楽だけでも救いをという思いを込めて、楽曲、ベクターーザ・ヘブンズを作る。 これは、ロクサスがシオンと戦う場面で流れる曲で、下村は希望を込めて最後にタイトル曲のフレーズを入れたと述べている。ベクター2ザヘブンズは反響が良く、キングダムハーツ HD1.5 リミックスでは再録音しており、注目してほしい一曲だとしている。東京ゲームショー2007においてシリーズ新プロジェクトの一つとして、キングダムハーツコーデッド。 キングダムハーツバースバイスリープと同時発表された雑誌拍子などで使用されたキャッチコピーはもう思い出せない大事なことである。ゲームのパッケージに使われたイラストはロクサスの足元が白く背景のない場所に立っていることがキャッチコピーを暗示するイメージだと野村は述べている。ゲーム発売前に行われる週刊ファミ通のクロスレビューにて 40点満点中35点以上の点数が出ると選ばれる、プラチナ伝導入りの評価を得る。発売後は、2日間で29万本以上を販売し、週間ランキングで1位となる。2009年の年間ソフト販売本数ランキングでは、ファミ通調べは522,260本で14位、メディアクリエイト調べは538,800本で19位。 アスキー総合研究所調べは57万1981本で12位に入る。本作は日本国内外ともに販売が好調で累計149万本のヒットとなる。2012年時点での日本国内での累計実績はアスキー総合研究所調べで59.1万本である。ありがとうございます。